P-61F-61F に T ブラックウィドウを飛行する P-61A-1 の42から5507号機 P-61 ブラックウィドウはアメリカ合衆国のノースロップ社が開発し第二次世界大戦中にアメリカ陸軍航空軍が運用した重武装の夜間戦闘機後に解消され F-61 ブラックウィドウとなる 愛称のブラックウィドウは直訳すると黒い未亡人となるが、日本語の文献では国威の未亡人と意訳して紹介されることがある。アメリカ大陸に生息する雲の一種の黒ゴケ雲を指しているという説もあるが、機体が夜間戦闘機のため主に暗い色に塗装されていたことによるとされる。海軍では F2T ブラックウィドウとして練習任務に就いた。 ドイツ空軍によるロンドン空襲で夜間爆撃に対抗できる専用の夜間戦闘機の必要性を感じていたアメリカ陸軍航空軍はノースロップ社に対して夜間戦闘機の開発を求めた。ノースロップ社は総動式の大型機の計画を提出し、これに対して1941年に試作発注され、試作機は1942年5月に初飛行した。 部隊への引き渡しは1943年10月に開始され、1944年から実戦配備についた。P-38 に似た、総動形式のユニークな機体であり、強力な2000バリー気球エンジンを2機搭載している。野戦に必須なレーダーは、機種に搭載している。武装は、非常に強力であり、胴体下部に前方に向けた、固定機銃。 胴体の後部情報に遠隔旋回式の基銃を備えている。しかし遠隔旋回式基銃は、機体上に突起物となることから、気流剥離での機体振動の原因とされ、また同じ旋回式基銃が B-29 の機体上部前方に使われており、こちらへの供給を優先されたことから、後に廃止されている。強力な武装トレーダーを搭載した。 重量級の機体ながら総発機としては運動性は軽快ではあったが、それでも単発機と比べ物にはならないレベルであり、また配備された頃には、ドイツ空軍による本格的な空襲はなりを潜めており、連合国軍の夜間戦闘機の任務は、連合軍攻撃機に対して飛び立ってきた、数軸国軍の夜間迎撃戦闘機との戦い、もしくは少数で侵入してくる。 敵爆撃機に対する迎撃となっていた。しかし役条件にもかかわらず、P-61 を買っての夜間戦闘は何人ものエースを生み出した。また搭載力を活かして夜間進行用の戦闘爆撃機として利用されることも多かった。太平洋戦争でもイエトに進出した P-61 が野戦圏地上襲撃機 P-61 ブラックウィドウとして 日本で紹介されていた。海兵隊も夜間戦闘機として使用していた PVF4UF6 階の後継機として P-61 を欲したが陸軍向けの装備が優先されていたために待たされて結局 F7 階の夜戦型が使われることになったのと終戦により12機が F2T として訓練用に使用されただけであった。 また海軍も開発実験目的に少数の P-61 を使用した。戦後、F、F-61 は F-82 に順次、交代していった。また偵察や気象観測に少数機が利用された。なお、写真偵察型は F-15 リポーターと呼ぶ。P-61B-15 の OP-61B3 面ズナック。 MS ポスト、ワールドオー、ツーファイターズ、1945、1973、ワシントン、DC、オフィスオブエアフォースヒストリー、1988、ISBN0 から16から002147から、2、これが、P61 昭和20年7月12日付朝日新聞。ありがとうございます。